犯人が陽キャであると証明するために日常のちょっとしたトラブルに挑むヒロインはこちら。六条ノエル先生の陰キャぼっちは決めつけたい。これは絶対陽キャの仕業。高校生になった主人公、雨原涼介はかつての親友と再会します。彼女は美人になりながらも陽キャに強い憎しみを持つ女子高生になっていました。そして彼女は学校で起こる揉め事を陽キャが犯人と決めつけて、その証明のために調査をしていくのです。きっかけはともあれ端正なラノベミステリー。一つのきっかけから紐解かれていくような心地よい感覚がコミカルに描かれていきます。そして彼女が陽キャを憎む理由にも繋がっていく展開。ミステリーとしても主人公との関係の青春ものとしても満足できる作品でした。ぜひお読みくださいませ。